ムスタファー・アブー・シャーグルは、リビアの政治家。2011年から2012年まで、同国副首相を務めた。2012年9月12日に首相に指名されたが、組閣に失敗したため解任され、副首相に戻った。ガルヤーン出身。トリポリ大学で、電子工学を学び、卒業後カリフォルニア工科大学へ。1977年に終始後。 1984年には博士号を取得。2011年のリビア内戦を契機にリビアへ帰国。リビア国民評議会に参加。アブドン・ラヒーム・アル・イコール・キーブ内閣の下で副首相に就任。2012年国民議会選挙後の首相選挙において96票を獲得。94票だった元首相のマフムード・ジブリールを抑え選出された。 しかし地域間の対立などから、組閣作業は難航を極め、29人からなる組閣人事案を議会に提出したが否決。改めて10人から構成される危機管理内閣を提出したが、再び否決された。組閣期限の10月7日までに承認を得られなかったため、不信任案を可決され、首相を解任された。アルキ政権そのものは信任されたため、 アブーシャグールは副首相にとどまった。その後、改めて首相にアリー・ゼーダー案が指名され、組閣人事が10月31日に議会によって承認され、11月14日に政権が発足したことに伴い副首相を退任した。公認としてサーニク・アブドゥル・カリーム・アブドゥル・ラフマーンが第一副首相に就任した。ありがとうございます。